そのあや9月17日帯は日本の作家。その表記もある。本名は三浦智子。旧姓町田。カトリック教徒で、洗礼名はマリア・エリザベト。精神女子大学文学部英文化卒業。夫は三浦守門。遠来の客たちが芥川賞候補に挙げられ出世作となった。以後、宗教。 社会問題などをテーマに幅広く執筆活動を展開。エッセイ、誰のために愛するかはじめベストセラーは数多い。近年は生き方や追い方をテーマとしたエッセイが多く人気を集めている。保守的論者としても知られる。大学の後輩である上皇后道子とは信仰が深く、三浦の生前から夫婦ぐるみで親しかった。上皇后夫妻が 早まで西洋するおり、夫妻で、三浦半島のそのの別荘を訪問することも多い。日本財団会長、日本郵政取締役を務めた、芸術院会員、文化功労者、東京府南葛飾郡本納町に、父、町田栄次郎、母、木わの次女として生まれる。有利家という姉がいたが、出生8年前に亡くなっており、一人娘として成長。 1934年、大森区田園調布に移る。母親の希望により幼稚園から大学まで、精神女子学院。敗戦前後10ヶ月ほど金沢に疎開し学校も、金沢第二高等女学校に変わるが、勤労動員令が、下り平の科学工場に配属。1946年3月、東京に戻り精神に、復学一人娘ゆえ、小学校より、 親の知人の次男が、無こう用紙に決まっており、一流大学での秀裁であったが、中学の頃に破談となっている。その本人の意に沿わぬ相手だったのが理由だが、父親が病気治療で退社し、家勢が衰えたことも大きな要因だった。戦後、父親は隕石を頼り、米軍に接収された、箱根宮の下の藤屋ホテルの支配人となる。 芥川賞候補作、遠来の客たちの舞台となる、米軍接収の箱根山ホテルはここをモデルとしており、そのは1948年の夏、実際ここに滞在し、アルバイトまがいの手伝いをしていた。同年9月26日、洗礼を受ける。中川陽一主催の同人し、ラマンチャに乗った、裾野が、薄井義美の目に留まり、薄井の紹介で、現在の夫、 三浦諸門や坂田広浦の第15次新市長に加わる。朝日放送に入社した坂田のつてもあり、同人誌発行資金獲得のため同社にコントを投稿し数編採用される。二神魚場の図、田崎と釣りを片隅の戦士と発表し、22歳で文学的アドバイザーでもあった三浦と結婚。山川正夫の紹介で見た文学に書いた遠来の客たちが、 芥川賞候補となり23歳で文壇デビュー。以後、次々に作品を発表。30代で、不眠症に苦しむが、魅力、無名碑など、新しい方向性にチャレンジするうち克服した。すいは、その絵有吉沢子の活躍を、最上時代と評した。文学史的には、遠藤周作、安岡翔太郎、吉行淳之介、小島忍、翔野純造。 近藤慶太郎、阿川広之、三浦、尾沼丹、島尾俊夫らと共に、第三の新人に属す。文化人類学者の三浦太郎は、長男で彼をモデルにして、太郎物語を執筆した。太郎の妻は、エッセイストの三浦明子。1995年から2005年まで、日本財団会長職を務め、2009年10月からは、日本郵政社外取締役に就任。 2000年、元ピル大統領のアルベルト・フジモリが日本に長期滞在したおり、自宅に詩人として受け入れた。今日に至るまで多数のベストセラーを表しており、代表的なものに誰のために愛するか、回廊録、太郎物語高校編、同大学編、虚構の家、幸福という名の不幸、いい人を止めると楽になる、老いの才覚、人間にとって成熟とは何か、 人間の文在、夫の後始末などがある、夫、三浦志門と共に、ありがとうございます。